ウクライナの反転攻勢が続く中、ロシアの下院は兵士が指示に従わなかったり脱走したりした場合の刑罰を重くする法案を採択しました。ロシア下院は20日、ロシア兵士による命令違反や脱走行為に対する刑罰を厳しくする法案を採択しました。上院で承認後、プーチン大統領が署名して発効します。戦闘行為への参加を拒否した場合、最長で10年の懲役刑になる可能性があります。脱走した場合の懲役はこれまでの7年から10年に重くなります。ウクライナや欧米のメディアは前線のロシア兵の逃亡が相次いでいると報じていて、引き締めを図る狙いがあるとみられます。